インノケンティ・アンネンスキー・インノケンティ・ヒョードロビチ・アンネンスキーは、ロシア象徴主義の第一波を代表する詩人、文芸評論家、翻訳家。時折、呪われた詩人のスラブ版と呼ばれているように、ボードレールやベルレーヌの本質的な語彙をロシア語に取り込もうとした。その反面、繊細な音楽性や不気味な暗示、不可解な語彙。 瞬時に移ろう色あんや顔入りの魔術は安年スキーならではのものである。象徴主義以後の世代の主要な詩人に対する影響は絶対的なものであった。オムスクの役人の家庭に生まれる。1860年にまだ幼児ながらサンクトペテルブルクに連れて行かれる。早くに両親を失ったため、ナロードニキの指導的な運動家である兄、ニコライの家庭に引き取られた。 1879年にペテルブルク大学哲学科を卒業し、その地で歴史比較言語学の学習に傾注する。サールス・コエセローのギムナジウムで教師となってからは古典言語や古典文学を指導した。1886年から没年の1909年まではその校長を務めている。そこの卒業生にアンナ・アフマートバがおり、アンレンスキーを 唯一人の恩人と呼んだ。また、ニコライグミリョフは、アンネンスキーを、皇帝の村の最後の白鳥と呼んだ。先人はシーリー・ジューコフスキーと同じく、アンネンスキーは自作の詩の出版に、いささか気が乗らず、エウリピデスやフランス象徴派の巧みな翻訳によって、初めて日の目を見たのであった。1890年から没年まで、古代ギリシャ語から、エウリピデスの全作品を翻訳した。 1900年代初頭に、アンネンスキーは、古代ギリシャ文学を模範とする一連の悲劇を書き上げた。その成果が、鉄人メラニッパ、皇帝育、シオン、レオダミア、キタラービキのタミラであり、このうちいくつかは、翻訳家仲間のファッテイ・ゼリンスキーに検定された。文芸評論家としては、評論集、内政の書において、ニコライ・ゴーゴリや、ミハイル・レール・モントフ、 イワン・ゴンチャロフのほか、お気に入りのドストエフスキーについて論じている。アンネンスキーの評論は、文章の芸術的価値から、時として批判的な三文とも呼ばれる。アンネンスキーは、最後の数ヶ月間に、セルゲイ・マコフスキーの雑誌、アポロンの編集長を務め、その史上に、作詞の理論について、追筆を寄せた。ニコライ・グミリョフはこれらの理論的な著述を非常に高く、 評価して最初の真の悪名イストと認めた。1909年12月、アンネンスキーは心筋拘束によりペテルブルクのザールスコエセロー駅に倒れた。死因は家庭の困難な事情に関係があった。最上の試作品の多くは実のところ義理の娘に対して満たされなかった愛情に起因している。文学史においてアンネンスキーは もっぱら詩人として記憶されている。1870年代に試作を始めながらも何も出版しなかった。兄、ニコライの助言に従い、35歳まで何も発表しなかったのである。諸女詩集、静寂の歌は、肉刀という偽名で発表された。この詩集は、象徴派の指導者たちから、まずまずの賞賛を得た。第二作の、糸杉ぎ材の箱の方が、価値は高い。 アンネンスキーは、糸杉ぎ材の過去の出版を目前に控えて他界した。未出版作品の多くは、1920年代に、アンネンスキーの用紙で無名の詩人のバレンティン・クリビチによって抗にされた。アンネンスキーの最上の詩作品は、複雑にして難解である。イメージは、忘れかかった記憶のぼんやりした連想を暗示するためのものである。アンネンスキーは、 死において最も重要なのは、取り留めのない連想をすべて縫い合わせ、一つの短い歌へとしっかりまとめる意図だと述べたことがある。アレクサンドル・ブロークに死体を愛する詩人と呼ばれたように、アンネンスキーは死を唯一の題材とした。このような評価は行き過ぎで冷酷に思えるかもしれないが、アンネンスキーは多くの詩の中で不吉な感じとして言及することで、 死をほのめかしているのである。小惑星3724番は、ソ連の天文学者、ルドミーラ・ジュラフ領場によって1979年に発見され、アンネンスキーと名付けられた。J.A. アンネンコフ、同時大臣の肖像上現代視聴者、1971年、P85。シュマダル、ラッツ・ディ・ディクショナリー・オブ・マイナー・プラネット・ネームズ、ニューヨーク、スプリンガー・バーラグ。 ppp 三百十四 isbn 三十五億四千万二千三百八十三 http コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュブックス q イコール三千七百二十四アネギオ b t n g イコールサーチブックスありがとうございます。